はいどうもこんにちは、まきです。いつもですねご視聴ありがとうございます。今日はですねこちらねじゃがいものポテトバッグですね、これをねちょっとね育てていまして、これは3月の1日ですねに植え付けていました。そしてだいぶね大きくなってきました。もうねこのようにね枯れてしまいましたので、今日はね収穫をしてみたいと思います。そして果たしてねこれを収穫してあげることによってカルビーのねポテトチップスの味のようになるのかっていうところですね、そういったところもですね検証していきたいと思います。はい、それでは早速いきましょう。マッキーチャンネル。はい、じゃあまずはですねちょっとねこちら土も再利用していきたいなと思いますので、この下の部分にですねちょっとこのように発泡スチロールですね置いておきましょう。はい、こんな感じですね。これを持ってきまして、ちょっとね上の草ですね、これをね取っていきたいと思います。すごくですね茂って、いまして、もうねでもね、時期が来ましたので、このようにねパリパリにね枯れてしまいました。はい、すごいね元気よくほんとね育ちましたね。このようにね洗濯ばさみとかマスキングテープで留めていたりねしたんですけれども、はい、もうねこういったものはね取っていきたいと思います。よし、プラスこれですね支柱もね立てていました。これで葉っぱがですね倒れないようにですね垂直に栽培ができるようにねしていました。すごいもうパリパリですねこれね。はい、葉っぱはねちょっと取っちゃいますね。よし、はい、そして取りまして、もう一度ねこちらねやってみます。さあじゃあこれをですねちょっとずつね取り出してみたいと思います。これ今ですね3本ですね、3本の茎がですね出ています。この辺が分かりやすいかな。はい、なのでそうですねどんな風に取っていこうかな。もうそのまま引き上げてしまうか、少しずつ土を出してみましょうか。すごいね軽いです。軽くなってます。はい、土がね乾燥してねいい感じになってるのかなと思います。まずこのように、はい、じゃがいもをね土取っちゃいます。でまだまだね、これあれですね固まってますね。あとあれか、お水もちょっとね途中からあんまりあげないで育てていたので、そういった意味もあってね結構カリカリになっています。プラスじゃがいもの根っこですね、根っこもねすごいですね。はい、もう一度開けてみまして、それだけしっかりね根付いていたっていうねことですね。いい土ですね。はい、ここまでねできましたら、はい、見てみてください。こんな感じで、もうねこんな風にねなっていますね。すごいです、根っこがねすごいです。じゃあちょっと抜いちゃいますねこっち。どうですかね、あれじゃがいもがないですね。こういう感じでストロンがねこう伸びてきてはいるんですけれども、じゃがいもがねこの先になってるはずなんですが見当たりませんね。あれなんでだ、こっちはどうでしょうか。え、じゃがいもがありません。あれかな、お水が少なかったんでしょうか。こんな感じで根っこはねしっかり生えていまして、ストローも伸びてきているんですけど、この先端の部分ですねじゃがいもがついていませんね。本来ならここにねつくはずなんですけれども、あれれれ、ちょっと開けほじってみます。ないね、あれ本当にまさかの結果。あらごめんなさい。じゃがいもが下の部分を掘ってみると、これ種芋ですね。種芋がね見えます。こんな感じでもうね傷んでいます。はい、ただじゃがいもが見当たりません。お水が少なかったのかなあれ。で、じゃがいもそんなにお水いらないとはね言われていたんですけれども、お水をあげなさすぎた影響が出ているのかもしれないですね。こちらもじゃがいもねあります。こんな感じで、はい、ちゃんとね育っていましたなっていました。じゃがいもは2つねちゃんとありますね。ただここにあるはずのじゃがいもが見当たりません。あれ、ショック。はい、開けてみますとやはりじゃがいもないですね。なんてこってですか。うわ、ショックですね。はい、こんな感じでまだ根っこですねありまして成長していましたが、じゃがいもがついていないです。ショック。見当たりません。なんということだ。じゃあこれちょっとね土をリサイクルもねしていきたいと思いますので、袋ですね、この空き袋にちょっとね土を入れて移し替えていきたいと思います。なんてこった。このように今ね開けまして下の方までね根っこがちゃんとね伸びていますね。ここ見ていただくとこんな感じで根っこがね出てます。ただじゃがいもがないっていうね結果ですね。ショックですね。ないですじゃがいも。いい土でね元気よく育っていたんですけれども、つるだけ成長して実がなっていませんでした。残念。まあじゃあこれね土ですね、せっかくねありますので根っこはですねふるいにかけて別に分けて、それで、この中にねお湯とかお水を入れて、しっかりね太陽に当てて消毒をしていきます。そしてその後にですねまた別の野菜をこのね土すごくいい土ですので、はい、作っていきたいなと思います。まあ、ちょっとね切り替えて次ね美味しいものがね収穫できるようにねやっていきたいなと思います。ちょっと今日はふるいがないので、このね袋に入れてね保管していきましょう。まさかの結果でしたね。残念でしたが次ね期待して、育てていきたいなと思います。このようにね袋に入れまして封をねしっかりね閉めて太陽のねよく当たるところにね置いておきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。ね、こんな感じでですね、ちょっとね残念なね結果になってしまいました。やはりねじゃがいもは水少なめがいいって言ってもですね、あまり少なすぎるとねじゃがいも大きくねならないなっていうのがね分かりましたので、来年はですね袋栽培する時はちょっとねそういったところも注意してお水ねあげつつね育てていきたいなと思います。ね、一般的にね外で育てているとね雨とかね定期的に降って、それでねいいねお水やりっていう形でねできていたのかなともね思いますので、天のね恵みにはね感謝しつつですね、今はね他に取れてるじゃがいもをね、食べつつね感謝しつつねいただいていきたいなと思います。はい、またね質問とかありましたらねこちらのチャンネルでもですねお答えしていますので、そちらも、ね、よければ参考にしてみてください。じゃあ最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。